はい、鎌倉武将紀行源義隆、清水義隆ですね。ここはですね、影隠し地蔵というこのお地蔵さんの裏に追っ手を逃れた義隆がちょっと身を潜めて隠れたと、それで身を隠すという意味で、この名があるんですけど、まあお地蔵さんの影では見えてしまうと思うんですけども、それだけ追っ手が来てですね、窮地だったと。でこの近くで、この付近で討ち取られていると実際ということになってますね。先ほど出てきたんですけど、こちらの方ではですね、まだ、追っ手から逃れようとしていたところで、入間河原の方ですね、まあ、こちらはだいぶ、おそらく北を目指していたのか、まあ武蔵はですね、木曽氏の館、要するに祖父の館ですね、木曽義方、もしくは中山道から木曽路信濃へ逃げようとしていたのかもしれませんね。いずれにしてもこちらで追っ手に捕まってしまって打ち取られた清水義隆、悲運としか言いようがないんですけども、最後この地で打ち取られてしまったということですね。はい、狭山にあります影隠し地蔵尊からでした。